さて防衛戦でございますね。この猛角宿遊瀕死コンビでですねやってみようと思うんですが、どうでしょうか。ていうかなんか速攻攻められそうなんですけど、これやだな。これ速攻来るでしょ。宿遊猛角仕込もうと思ったらさすがにね時間がなかったですね。さてじゃあどうしましょうか。うわなんかよくわかんないけど隣の城行っちゃった。よくわかんないけど、おなんか一旦戻るぞ。あ落としたからか、落としたからとりあえず戻り運動か。さて3連鎖出まして、これは落ちたかな。あ落ちた。祈祷する。あとはどうしたらいいか。高櫓がやられる、こんな感じ。とりあえず本丸だなこれ。あと私本丸に向かっております。今の状況は要所あと2つだけですね。落ちるかなこれは。結構落ちると思いますね。さあどうだろう、減り方は、うん、結構な減り方、削れております。これはやばいかも。とりあえず本丸止まったかな。ちょっと猛角見たいな。ちょっと対人禁止って言われてるけど、ここ行っちゃう。ここすぐ行っちゃうんだ。見せどころだな。見とれて焼け焦げても知らない。さて来た。まず宿遊行って、おっと3連だ。やばくねこれ、やばくね。2万9000とか出たかな。3人で倒せるんじゃないこれ。白3人で。この一手で戦局を変えます。さあ敵戻っております。もうかあと一発は撃てるな。いけもうかく巻き込め。おお食らわした。6000とか食らわしてる。この一手で戦局を変える。せーぜっかねー。お出てきましたよこれ。すぐやられるぞ猛角。見とれて焼け焦げても知らないよ。うんこれは宿遊の猛角に届かない。誰か助けに来い。助けに来い。この一応諸葛亮撃てた。及ばず。お、攻撃来ましたよ。やっとやる気になったか。よし。私の瀕死状態からの。見せてやろうじゃないか。うちの猛角さんを。さあどんと来るがいい。ちょっと待って、宿遊が先死ぬ。宿遊が先死ぬ。諸葛亮が先死んで、宿遊出せる、出せる宿遊。よし行った3連。行け猛角、猛角行け。かました。んどんくらい やったの。あーでも大してやってないぞ。よし、これは勝負である。俺の采配の見せ所だな。まだ猛角生きてるぞ。宿遊も生きてる。これならいけるぞ。来た来た。知らないよ。
からの、これ宿儀を止めておかなきゃダメだな。合格が届かない。お、これ終わったからな、こっちの攻撃。兵は起動ない。よしよし、なんとか耐えて、攻めようとしたら、駐屯張られました。しかし私は3部隊あの本丸防衛に行っているんだ。実は今の状況はなんか溜めてる状況、あ、こっから一気に来る状況ですね。なるほどなるほど。しかし3対6でしょ、3対6、私は勝ちだな。お、行きましたか。駐屯残すタイプ、これ駐屯残すタイプかな。よし、じゃあ行こう。僕はそこら辺ね、抜け目ないんだ。おめおめ、行かせるわけにはいかない。お、芝居だけ置いとく気か。どうかな、水に情景なし。お、芝居も行きましたね。迷いながら、家臣の末裔宿友、これにあり。さあどうかな、落ちるかな。うわー、ちょっと減り早いぞ。10万ずついってる、1ターンで。いや20万だ。で残り時間は4分。いや、これはまずいな、4分はまずいな。あと180万。 A の夫婦でございます。今頃城の名前を言いました。うわー、100万切った。やべえ、終わるパターンだこれ。やばい、終わった。帰還する。終わりましたな。で、突っ込め、突っ込め。見とれて焼け焦げても知らないよ。よし、宿儀の戦法ちょっと止めといてみよう。この一手で戦局を変えます。どうですか、諸葛亮で、あ、5000とかでも単発出てるな。で、僕攻められております。で、宿儀だ、宿儀砲だ、宿儀、あ、宿儀を後出し、あ、出られた。仕切り直ってよ。この一手で戦局を変えます。よし、一足先にランテルのお時間がやってまいりました。なんですかこれ、ボッコボコじゃないですかこれ。これなんだこれ。おい、俺勝手に飛ぶのにわざわざ飛ばしに来なくていいだろうよ。勝手に飛ぶんだよ俺は、勝手に、勝手に飛ぶんだっつってんだ。まあいいか、早い方がいいか、飛ぶなら。よくねえよ、また城壁壊したりいろいろあれだろうがよ、かかるだろうよ。自分の都市帰るときにもうボコボコやられてるじゃないかこれ。ああ、2人入れず、入れず、門限破り。何が門限破りだ。もうかくいろいろ見てますけど、やっぱりね、2連でいいダメージは与えてますね。これだから首相でね、使えるレベルになったら結構いいんじゃないかなって思いますね。戦法だけはまあ強いと、死にかけなら、死にかけ幅も生きてりゃいいんですもんね。炎射つければちょっとは生き延びるかなっていう気はしますけど、まあ、これ3部隊組でねやってましたけども、宿友、猛角、諸葛亮で、まあ、諸葛亮で後輩将にしてっていう感じですね。どうでしょうね、この3部隊でやる運用方法、攻城戦でちょっかい出しながら守るとか攻める、いやどうなのかなっていうね感じですね。本当どうなのかなですよ。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価いただけますと大変励みになっちゃいます。よろしくどうぞお願いいたします。またんご。